と西宮だ。はい、YouTube ユーザーの皆さん、私久々に来ました。みんなの心のオアシス21ことメンさんです。よろしくね。いつもね、哲也さんがあの出てっちゃって頼むねって言われて、メンさんがもうメインさん、私がメインさんでってね。今日のね、企画が東海オンエア VS メンさん IQ 対決。あ、メンさん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 、東海オンエア VS なーになーに、メンサムだって最後に、なぜなぜなぜ、いきなり飛びて、なーになーに、東海オンエア VS メンサです。メンサンじゃメンサンじゃないです。メンサ、メンサ会員、私、じゃあそれメンサ、私メンサ、メンサはメンサなんですけど、はい、東海オンエア VS メンサなんですよ。今日人口の上位 2% くらいの IQ を持っているっていう、要は超頭いい集団のことをメンサっていうらしいんですけど、その会員の人たちと戦いたいなと思って、あの今日あのお呼びしたんですよ。はい、高橋直哉と申しました。高橋直哉、お願いします。お願いします。今日は所属しているメンサ、おお、会員賞です。メンサ会員賞、はい、じゃあ高橋さんは、非常に頭がよろしい。まあそれは誰が評価するか次第でもありますけど、はい、頭いいしないです。素晴らしい。頭いい。あ、もしかしたら、もしかしたら面接会員ですか。あ、その可能性はある。確かに、ね、ああ、会員証出して。会員証私、あ、もう、あ、忘れたね。今日忘れたけど、私ほ本当にあの面接会員だからね。面接、もう一回言って。私本当に面接会員だから。その会員、あの家族4人ぐらいいる。まあじゃあしょうがないから、今日は東海オンエア VS メンサ会員 VS メンさん。いいの、まあ、入れてくれる。それいいっすよ。いいの、私はないですか。本人いらっしゃるのにあれですけど、はいはい、頭いいやつらが上位で群れてるんでしょって、いやなんかグループ作っちゃって、どうなんですか。まあ、ありますね。どうなんでしょう。それはそうだな。それはそうだどうなるね。頭いいよっていう、こんだけね、あの言われてるわけですから、うん、ちょっとすごすぎるのを見てみたいなと。確かにね。という感じで今日はちょっとね、あの胸を借りてみようという企画でございます。はいはいはい。問題はですね、全部揚げ山くんが作ってくれましたので、はい、全部で10問ございます。10問ね。で、お二人は、まあ、そのまま10問取りに行いて、はい、東海チームはまあ、ちょっと交互に。ああ、そうね。のパワーできますね。まだ早押しですか。はい、早押しだ。ちょっとすいません、ボタンを押したりっていう流れじゃないですか、早押しっていうのは。そうですね、それは机をバーンと叩いていきます。音だね。書いてから押すの。書いてから押してください。なるほどね。はいはいはい。あ、じゃあ先にこう、見ちゃおう。メンさん、書くの早ければな。近いから見えない一覧があると思ってる。お前隠さなくていいよ。じゃあオープンしてやるから。第1問は制限時間1分で解いてください。ヒントはございません。はい、はい、何これ。はっ、残した。メンさん、これやってますか。残念。おお、チャンスある。チャンスある。チャンス。でも分かりましたよ。理由説明したいよね。分かるの。30秒経過です。あ、分かりました。正解です。あー、なに。まずマイナス1たす2イコール1じゃないですか。で、2たす1イコール3で、1たす3が4。あー、あー、これに足したのね。フィボナッチ数列ってやつですよね。あー、1個前で足すやつ。この感じで7とは思わんよね。確かにね。それでは第2問。はい、第2問は制限時間3分で答えください。ヒントはございません。はい、ないんだ。いくよ。一列にはまれ。なんだこれ。うわ、難しいこれ。これ、メンサ会員得意そうすぎるな。ねえ、メンサじゃないぞ。これはメンサっぽい。なに、メンサも頑張って。なに、これわかんない。あー、やばい。違います。おお。え、なんでそんな次々と。なんなの。これですか。正解です。なんで、なんで。これはつまり何、四角ですか。上の2段を合わせると重なった部分がなくなって、重なってない部分が一番下の部分にできるっていう仕組み。あ、すごいですね。いや、すごいな。すご
や無理でしょこれ。いやこれやばいよね。私あなたたちは戦えるけどこの人は無理。それでは第3問、制限時間5分になります。長い長い。じゃあヒントはあります。スタート。あ、得意そう。ピンポーン。はい、早い。はい、正解です。すごい、ナイス。早い。何、何もう。でも俺が思ってるのと違う。なんで平国。1,2,3,4 は何。なんで平国。ちょっとだけ俺たち今出ちゃったんだよ。怒っていいですからね。ちなみにあの動画の中怒ってもらえないですか。後ろで女の子来たくないですよ。初対面の人が後ろでヘコくないですもん。本当に失礼ですからね。ヒント聞いたらいけんのかな。確かにヒント。そっか、これこれ先行ったらすごいかっこいいのに。かっこいいねこれ。母国で誇れますよ皆さん。どこ、どこ、皆さんどこでしたっけ出身。だから終わったら後で言います。ダメ。ああ、メンさんとメンサが今俺あれかな。あ、今度かぶっちゃってる。高橋さんをメンサ呼びしてんってことになっちゃった。高橋さん、僕高橋さんの高橋さんって呼んで。メンサってメンサって呼んで。おいメンサ。そんな失礼な話じゃない。それぞれ左右都道府県の頭文字になるんですが、それを1,2,3,4が結んでるんです。結んでる。5分が終了しました。おちょっと教えて。これ号線ですよね。はい、東京と大阪を結ぶのが1号線で、大阪と福岡を結んでるのが2号線で、僕3号線は知らんかったです正直。だけど4号線も知らんですけど、まあ青森じゃねって。青森です。はあ、すげえ。そういうことね。これ知識だね。4問。4問だ。こちら制限時間3分で解いてください。ヒントございます。はい、用意スタート。うわ、これはまあ解くことはできそうですけど、早くできることですね。ただね、これ英語ですから、メンさんちょっと得意の可能性。確かにメンさん早そうだな。そうよ。やってみてもらってもいいですか。何？歌ってみる？それを言ってんのか。場合じゃないでしょ。絶対。ヒントは食べ物です。これ1分です。惜しいところまで来てる。惜しい。レンさん今日顔すっきりめだよね。そうそう、最近ね、あの工事した。え、ちょっと時代に合うやつにしようと思って。ね。いろいろ難しいですもんね。え？あ、わかった。あ、シュー。あの、ギリギリ、これいいですか。言ってください。言って。あー、わーわーわー、正解です。ギリギリ書いたけど。なるほどね。サンドイッチを英語で見たことないから。いや、思いつきたかったな。これ確かにみんないけた。第5問、お願いします。うわー、言わない。ちょっと静か、静か。うわ、ダメだ、僕こういうのめっちゃ苦手。考えない。あー、やった。おー、やった、勝負。正解です。うわー、すごい。なんで、なんで、なんで、2人が待って、2人が待って。一旦高橋さんもステイでお願いします。高橋さんポイントで。そうね。はい、あとはこのね、おバカたちが何分かかるのかっていうところでこの差が見れるわけですから。これちょっと量も分かったね。ちょっと何？残り1分です。ドカン。終了です。881124。ちょっと説明お願いしてもいいですか。あの、左から順番に言うと、6たす2が8、2たす7が9で、7たす3が0で、3たす9が12で、7、隣と隣の、数字を足し出していったものが右になるっていう。気づきですね。なんか昔さ、好きなさ人の名字、名前とさ、ね、あった。でさ、これで足してってさ、最後に出る2桁の数字が相性みたいな。あのパーセントね。それやってたから分かった。
ったんだ、エロ。エロじゃないですよ、もうエロじゃないですよ、小学校のマセガキ。第6問でね、制限時間8分です。長い、長いね。楽しそう。よーい、スタート。8分すごいね、もう今だったら事件解決してるぐらいの時間あるよ。こういうことですか。違います。何でしょうか。日本、フランス、インド、カナダっていう選び方があるね。なんか変だよね、うん、インド行ったことないから分からんかもな。フランスは、フランスはありますね。カナダ、カナダもありますね。カナダって、コロナ行ったことどれくらいありましたよ。カナダ、カナダは、シアトルから車で行きましたね。ああ、そういうことか。テスヤとね、しばらく行ったよね。私は知らないよ。あ、知らないか。バンクーバーでヌーギストビーチ行って裸で走られてましたね。懐かしい。あ、懐かしい。あ、私も行った、個人的に。あ、そうだ。近いです。近いから車で。アメリカどこなんでしたっけ。私はデトロイト。リアルだ。工業地帯じゃねえ。工業地帯リアル。そうそうそう、いいとこよ。文書の内容自体は、まあ、ほとんど関係ありません、うん。まあ、日本が32、フランスが42、インドが23っていうつながりを考えていただければ。そうだね、やがったぞ。そりゃそうだね、やがったぞ、お兄さん。こういうことですか。正解です。こんな思いつくやつ。うわ、思いついてから早い。早いね。ひらめきだ。ひらめきね。ひらめきはだってさ、うん、頭いいとか関係ないからっていう、そういうね、ポリシーで我々やってるじゃないですか。確かに哲也得意そうっていうね。おかしいな。あ、哲也関係ないよ。関係ないよ。関係ないですよ。私はアルファベットに名前を聞かれたら、やっぱり、はい、アルファベットでいいの？あの、もう一個ヒント言っちゃっていいですか？やめろ。あの、これ言ったら多分分かります。え、母音とシーンの数を数えたら分かります。めっちゃ、おぉ、はい、おぉ、おぉ、おぉ、はい、あー、もう、それはもう、すごいわ。はい、じゃあこう、こうね。正解です。おぉ、ジャパンだと、まあ、英語ですけど、JPN がシーンで、A と A が A で、ボイチャですか。だから、シーンの数が3つで、ボインの数が2つで32っていうことなので、ひらめくかどうか。そんなとこ当たらないもんね。第7問、うん、こちら制限時間、同じく8分になります。なるほど。ヒントはございません。あー、うわー、難しい。うわー、なんか、うん、新しいなぁ。パワーだね。パワーを感じるよ。方程式とか立てればね、解けるだろうけど。できそう。そんな、なんか、ご利用してるとこしかないのか、これ。こういうことですか。早いんじゃないか。違います。もちろん。はいよ、名産。はい、あるね、これね。よ。これは。なんかもっとお利口な解き方ないんか、これ。はい。おぉ、何？何？これ違います。違う、違う、めーさん、バーカ、なんだてめえ。バカにしやがって、この野郎が。切れた。切れるじゃん。気にしがたいな。切れるんだ。ありえない。すげー顔近かったよ、切れ方。どんなこと言ってる。切れたらなんか日本語達者なんだよな。これで引っ張し、あ、もしかして私普通にバカ。はい、はい、これ正解です。おー、なんだ、めっちゃ、めっちゃ、最後めっちゃバカなことしてた。計算間違い、ただの計算足し算間違ったね。姉さん、バーカ。あー、バカバカ、帰ってきた。アクション、気持ちいい。これは気持ちいい。出し抜いた。出し抜いた。いいな、メガネの間に解くっていうのは気持ちがいいね。一番いいね、これ。武骨中の武骨。あー、本当にこれそれしかないのかな。わかんない、ある頭のいい方法あるかもしれないけど、私の解き方は武骨。これですか。正解です。おー、武骨、武骨中の武骨。終了です。おー、来ました。じゃあ一番早く解けたメンさんに、はい、ご解説いただきましょうか。まあ、こう普通に足したらここに行くよね、合計がね。12ってことは3と9だね、うん、9確定。21あるからその横を4と17確定だね、うん、42の下、はい、
足したら42になる2つの数字っていうのはね、確定ね、うん、隣にあるこの3とさっき出した17、うん、と間の何かを足したらそれになってそれになるっていうパターンを何個も試して試した結果、42の右下が14、左が28ってやるとちょうどいいことが分かったね。で右14と12になったから26になって、42、26で68ね。ここはもうその求めなきゃいけないところを X にして、一番下の分かんないところを Y にしていろいろやってっていうふうに出したみたいですね。すごっ。それでは第8問、はい、制限時間5分です。ヒントございます。おまたこういう形。うわこれおもろ、面白いね。何言ってんの俺マジで、何なんだ分かんねえな。うん、まあ俺だったらここ入れるねっつって自分の私はここがバランスいいと思うね。いいと思うんだけど、姉さん今どうやって考えてられてるんですか。立体パズルかなとかってこう重なる場所とか考え、今頭の中でこう組み立てたりとか、 あと上からまあ段が1、3、5、7みたいになってるから、その位置がどうとか。でもなんか関係なさそうねこれ。ヒント？ヒント。ヒント、はい。上の三角形から1、2、3、4、5ってそれぞれ順番に入れてったら分かりやすく。マジかよ。残り10秒。5、4、これですか。3、違います。2、1。あ、ここ。あ、分かりた、待って。分かりた、分かりた、分かりた。ここ、はい、ここ、はい、ここ。違います。待って、まあ、延長2分してください。延長2分です。丸じゃなくて、丸が入ってないところを見た方がいいです。入ってないところ、ここじゃなくて正解です。あ、出た、うん、しい。なんだ、残り1分です。これですか。正解です。おー、姉さん、なに、姉さん、姉さん、なんで、なに、なに、ここ。正解です。おー、なんで1個目の丸から次の丸に行くまでに空白の数が1個ずつ増えていく。あ、うん、あ、まあまあまあ、ああ、はいはい。で、分かったと思って丸書いたら普通に丸の位置間違えてたさっき。もうやだ。ということでね、りょうくんがデカうんこをしてる間に、はい、我々、うん、あの約束を取り付けまして、はい、最後2問は、うん、もうここ4人でやらせていただこうと。4人頭で勝てます。第9問は制限時間3分、ヒントはございません。はい、はい、早い。これは無理だ。これはおしゃべりに専念するわ。おい、やってくれ。これパワー系だ、ね、なんかボード大丈夫です。ひらめき系だったらもうちょっとあれかなと思ったんですけど、僕にボード大丈夫です。言われ、書きまくれ。まず絶対に奇数を使わなきゃいけないっていうのね。そうですね、絞るポイントかもですよね。21がまあまあ大きい数字ではあるよね。そうですね、だから1は使わないですね。ゆずさん、どうやってやってるんですか。声が小さい。今小さいですよ。騙されないね。そこですか。いや、違います。 おチャンス、チャンスだ。はい、おこれ違います。違う、何を狙いしましたか。同じ数字ありだよね。うん、これ以外何やるんだ。はい、これから。違います。違うかい。違うかい。頑張れ、頑張れ。これですか。正解です。あー、うん、はい、正解です。おー、惜しい、惜しい、惜しい、徹夜、惜しいよ。おー、7個、うん、7個。これ、これなんで、あー、で、使わない数字も実はあったので。なるほどね。3つ選ぶわけです。そっかそっか、はい、ということでございまして、皆、うん、さん1ポイント。いやー、すごい。最終問題、はい、はい、制限時間は5分です。5分。ヒントあります。あります。よーい、スタート。え、雑誌じゃなくて、なんだろうこれ、面白い。エッグ、エッグはこういうことなんですかね。違います。違いますか。上のやつがそれぞれ7個あるんですが、7をちょっと
そう、日常のもので連想してもらって当てはめてみる。日常のもの、そうだと思うよ、俺も。ピンポン、正解です。残り2分です。こういうことですか。正解です。わお、これちょっと見たことあるかな、形。形自体はね、我々日本人はってこと。ああ、なるほど。終了です。わあ、なるほどかも、分かったかも。哲也さん、ちょっと惜しい考え方してたんで、まあ確かになんとなく説明してみてくださいよ。まあ、7だから月火水木金土日で、まあ A はどう見ても森だし、木曜日の木で森じゃないの、あれってどれなんですかね、哲也さん。そこにとらわれた。多分もしかして普通に順番日曜日からです。あ、そうだね。これ、ああ、アキラでよかったのね。E のところにはキーが入るし、 G のところには土曜日の動画入るから、うん、まあ、ああ、はい、このカツラっていう感じになるなっていう答えなんですけど、なんか なんであの数字が上、あの漢字が上に並んでるんだろうっていうのは不思議でしたね。ということで最終結果、メンサ、はい、6点、メンさん1点、うん、東海オンエア3点ということで、うん、メンサの勝ち。さすがだね。全然違ったわ。だって今日の問題、それは知らないですよ、ね、問題1個もなかったじゃないですか。大事な問題を作ってくれたと思いますが、さすがにひねり潰されるのか。うん、すごいわ。とはいえマジで無理だ、別次元の人間だっていうわけでもないんだ。ひらめき次第だからね。まあ負けるなっていう、うん、いや、どうでしたか、我々のこのね、IQ の低い人間を相手にしてるのは。面白い勝負だったと思います。優しいね。優しいな。何か、負ける時もあったからこそ逆に本気になれたっていう。というわけでね、世の中には賢い人もいたもんだと。なるほど。こんな撮影にご協力いただきありがとうございました。ありがとうございました。あ、メンさんも、あ、メンさんも、あ、そう、ありがとう、ありがとうございました。全然いいのよ。うん、競技の時間とか大丈夫ですか。まあ一応今日は観光で撮ってあるから。ナイスです。東京とか行った方がいいですもん。こっちいいですか。何だ、あったりできないですよ、今日みんな。ご飯とかないの。いや、今日すいません、二人で行こうか。はい、そしたらね。じゃあメンさん、最後はあのね、さよならみたいな挨拶あるんですけど、ちょっとお願いしていいですか。あ、そうなんだ、なんか雰囲気合わせて変わっちゃってもらったらいい。こうですか。はい、ここまで見てくださっていうのは本当にありがとうございました。やっぱメンサの人はね、天才だってことで、分かりましたね。これはもう勝てません。あ、せ、でも今メン勝てません。てま、勝てまめん、これすいまめん。私も会長になって、会員募集するのよかったら皆さん入ってくださいね。おーねー。